28歳男です。私は無能で同期社員と比較し、成績も悪くミスが多いのですが、不思議と上司たちに気に入られる通り怒られません。先日はお小遣いももらったほか、会社員なのにお小遣いもらえるの上司に、すごいね。部下がいないけれど役職ももらいました。先日飲み会の余興で若手で女装ダンスをしたのですが、その後50代男の上司からやたらと体を触られました。今度旅行にも誘われているのですが、断るべきですか？そういう趣味はないのですが、会社で楽ができるのであれば舐めるくらいなら頑張ります。旅行行ってらっしゃい。いや、もうそういうことなんで、好かれるのはいいと思いますよ。それでね、出世してお金もらえるんだったら安いもんですよ。はい。